つもり運行隊長でございます。あ、恐れます。そちらで母親殺されかけたと申しますが、はい、そちらに、責任者いますか？ちょっとあれなんですけども、ちょっと何ですか？今はいないですけども、責任者の方いないんですか？はい、誰も。あ、いや、自分川ですけども。あ、なんだ、川さん責任者じゃねえかよ。あなた責任者じゃねえんだ。あ、責任者というかどうかちょっと。判決出たのは知ってるよね？よくは聞いてないんですけども。よくは聞いてねえ。じゃあ調べた方がいいんじゃない？慰謝料いつ払ってくれんだよ。こちらであとさ、釣り飲ませたけんさ、なんで説明しなかったんだい？裁判に関してはちょっと。おう、裁判は裁判だろうが、お前らが説明しなくちゃいけないことはしなくちゃいけねえんじゃねえの。一応違反なのことはぐらい分かってるよな。こちらの方はだからいつ払ってくれんだよ。あ、じゃあ確認してそっち出向いた方がいいんか。あ、じゃあ川さんとこに出向いた方がいいの？こちらでは対応できませんので。こっちだから母親殺されかけてんだ。で、恋貸してないって言われてたんだよ。で、睡眠薬を15時に飲まされてたんだよ。あなた知ってたよな？そちら川さん、あなた医療資格持ってるよな？今こちらから話すことはありませんので。うん、それで逃げられると思ってんか、川さん。裁判が終わってそれで終わりだと思ってんの？いや、こちらがちょっと返答しかけますので。終わりだと思ってんの？人の親殺しかけてよ。おい、